こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではスーツスタイルにおける5つのですね NG アイテムについて解説をしてみたいと思っています。僕は普段からいろんな方を観察してるんですが、通勤中のですね会社員の方を見ているとこれを使うと失敗してしまうんだよなというものをですね着てる方が結構多くいらっしゃるんですね。ただ自分ではなかなかですねどれが NG でどれが OK なのかって分かりづらいかなと思うので、今回の動画では具体的にですね5つの NG アイテムというものを挙げて、それと比較をしながらですねこういったものを使った方がいいですよというご提案まで皆さんにお伝えできればなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらの動画では30代40代の大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでまずは1つ目から紹介したいなと思うんですが、1つ目はサイズが合っていないスーツですね。これがですね結構着てる方が多いんですね。スーツスタイルにおいて何が一番重要なのかということを考えた時に、やっぱりですねサイズが合ってるかどうか、ここはですね絶対に外せない項目かなと思っています。どんなにコーディネートが素敵であってもスーツそのもののサイズ感が体にフィットしてないと、やっぱりですねやぼったくてどこかスーツに着られてる感じがしてしまうんですね。とは言ってもですね世の男性を見てると結構サイズが合ってないスーツを着てる方が多いんですよね。具体的にどこがサイズが合ってないかというと、例えばですねジャケットに関して言えば袖丈が妙に長すぎてしまう方が多かったりするんですね。厳密に言うとスーツの袖の長さというのは親指の先端から袖のこの先端までがですねだいたい11センチ前後がいいと言われてるんですね。でも結構ですねスーツの袖がもっと長い方が多かったりするんですね。あとはジャケットの身幅が大きすぎる方も多いですね。その結果なんか太って見える方も多いんですね。このようにジャケットだけを見ても結構ですねサイズが合ってないなという方を多く見かけます。さらにパンツに関してよく見かけるのは裾が長すぎてしまってだらしなく見えるというパターンですね。これがめちゃくちゃ多いんですね。裾の長さをどれぐらいにするのかっていうのもですね結構お店によってまちまちだったりするんですが、最近のスーツというのはどちらかというと細身の方が素敵に見えるという傾向があるので、細身のボトムスに対してパンツの裾が長すぎてダボダボしてるのはあまり見栄えが良くないんですね。ですのでハーフクッションと呼ばれるような靴にパンツの裾が乗っかって少しだけたわみができる状態、これぐらいがベストかなと思います。パンツの裾にたくさんのシワが入る状態というのはあまり好ましくないので、ぜひ皆さん手持ちのパンツを見ていただいてクッションがどれぐらい入るのかというところを確認していただきたいなと思っています。なぜこのようにですね自分の体に合っていないスーツを着ている男性が多いのかというと、これは結構昔に買ったスーツをそのまま着ている方が多いからなんですね。例えばですね今から5年以上前に買ったスーツをずっと着続けている男性も多いかなと思うんですが、結構昔のスーツってゆったりめに作ってるものが多かったりするんですね。そういったものを今でも着てるとですねどうしてもサイズ感が今っぽくなかったり、それだけではなくて肩パッドの分量だとか、あとはラペルの太さだとか着丈の長さですとか、そういった細かい部分にもですねちょっとした古臭さみたいなものが出てしまうんですね。ですのでスーツというものにも消費期限があるということをぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。どんなに長くてもやっぱりですね5年が一区切りかなと思います。できれば 3,4 年に一度ぐらいの頻度でスーツを買い替えていただくと、今の時代に合ったサイズ感ですとか細部のディティールのスーツというところにしっかりと合わせることができるのかなと思っています。そしてできるだけ自分の体に合ったスーツを選ぶためには SML、LL というようなばっくりとしたサイズ感で分けられているお店よりも、例えばスーツカンパニーですとかスーツセレクトのようなサイズがですねしっかりと細分化されているお店に行った方が自分の体に合ったスーツは選びやすいのかなと思っています。例えばサイズ選びが難しいのは身長が割と高くて痩せ型の男性とか、あとはですね身長が低くてぽっちゃり体型の男性だったりするんですね。こういう方々は SML、XL みたいなサイズで選ぶのがなかなか難しくて、例えば180センチぐらいあるような痩せ型の男性だったらウエスト的には M とかで合うんだけども、そうすると着丈が短かったりだとか袖丈が短かったりするわけですね。そういう場合は例えばスーツカンパニー行って180センチのサイズの中で一番細身のものを選んでいただければ自分の体型に合いやすいものが見つかるかなと思っています。サイズ感というところが一番大切だということをぜひ皆さんには頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目の NG アイテムなんですが、これはシャツですね。
このようなイラストのシャツというのは結構ですね、本の中でも何度も語ってきたんですけども、未だに着ている方も多いですし、未だにお店に並んでいることも多いんですね。まあ、どういうシャツなのかというと、まずはボタンの色が黒かったりですとか、ステッチの色が黒かったりですとか、このようなゴテゴテと盛ったシャツというのは絶対に NG なので、ぜひ皆さんが所有していたとしたら手放した方がいいかなと思っています。なぜこのようなシャツが増えたのかというと、最近はクールビズの影響でネクタイをしない男性も多いかなと思うんですね。まあ、ネクタイって色とか柄で遊べるので、まあ、白無地のシャツにネクタイを合わせればそれなりに彩りみたいなものを楽しむことができたんですが、これがクールビズでネクタイがなくなると、普通の白シャツですとか普通のブルーのシャツだとちょっと退屈に感じられる方もいるんですね。ですのでシャツのディティールであるボタンですとかステッチで遊びを効かしたシャツというのが結構増えたわけなんですね。ただこういったシャツというのはおしゃれな人は絶対に着ないです。そしてある程度高級なシャツでこのようなゴテゴテと盛ったものは間違いなくないので、こういったものは避けた方がいいかなと思っています。まあ、シャツを選ぶのであれば白無地のシャツもしくは淡いブルーのシャツ、どちらも無地のものを揃えてもらうのが間違いなく良いかなと思っています。ボタンの色に関しては白ですとかアイボリーでなるべく悪目立ちをしないということ、ここだけはぜひ皆さんに覚えておいていただきたいなと思っています。シャツで主張を出す必要はないので、なるべくシンプルになるべく王道のものを選んでいただくこと、ここはぜひ覚えていただきたいなと思っています。はい、続いて3つ目の NG アイテムなんですが、こちらはネクタイですね。ネクタイって売り場に行くとものすごいたくさんのバリエーションがあるので、その中からですね素敵なものを選ぶのはなかなか難しいかなと思うんですね。しかもネクタイというのは皆さん定期的に買い揃えると思うので、気づけばですね様々なバリエーションをすでに持っていたりするんですね。そうすると結構やりがちなのが、凝ったネクタイの柄とか色を選びがちなんですね。例えばこのようなチェック柄のネクタイなんかを持っている方が多いかなと思うんですが、これはですね、どう合わせても素敵には見えづらいネクタイかなと思っています。チェック柄ということでちょっと可愛らしい要素もあるかなと思うんですが、どうしても子供っぽく見えてしまうので、これだけは手放した方がいいかなと思っています。まあ、どうしてもですね柄とか色で遊びたくなる気持ちもわからなくはないんですが、もしですね柄物を選ぶのであればオーソドックスなストライプ柄のものがいいかなと思っています。中でも僕がおすすめしたいのは、ストライプの幅がなるべく太めのもので、使っている色の数は 2,3 色以内のものがバランスがいいのかなと思っています。中ではストライプのネクタイの中でも柄が細かくてたくさんの色を使っているものがあるかなと思うんですが、こういったものは目がチカチカするし、なかなかコーディネートがしづらかったりするので、できれば幅広のものを選んでもらうと結構ですねおしゃれに見えるかなと思いますので、ぜひこういったものを選んでいただきたいなと思っています。ちなみにですね、僕がネクタイを選ぶときにはタイステーションという通販ショップをですね使うことが多いんですね。ここはセレクトショップで取り扱いがあるような1万円以上のネクタイがだいたい 2,3 割近く安く手に入るので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいお店かなと思っています。はい、続いて4点目の NG アイテムなんですが、こちらは靴になります。ビジネスシューズにも様々なバリエーションがあるんですが、その中で結構皆さんがやりがちなのがライトブラウン系の革靴を履いてしまうということなんですね。これはなんとなくですねおしゃれに見えがちなので結構選んでしまう方が多いんですけども、なかなかですねスーツスタイルの中でこのライトブラウンという色が悪目立ちをしてしまうので、できれば避けた方がいいかなと思っています。まあ、スーツスタイルって私服と違って遊ぶ要素っていうのがあんまり多くないんですね。その中でちょっと個性を出そうとするとどうしても失敗しがちなんですね。まあ、ライトブラウンという色は足元に来ると結構目立つので、そういったものを選んでしまうと全体の調和を崩してしまうので、もし少し靴でおしゃれ感を出したいのであれば、ライトブラウンではなくてダークブラウンのような濃いめのブラウンを選んだ方が明らかにバランスがいいかなと思っています。このようなダークブラウンの靴であれば、ネイビーのスーツですとかグレーのスーツのようなある程度オーソドックスなものにもしっかりとはまりますので、こういったダークブラウンの靴でセミブローグと呼ばれるようなつま先に少し飾りが入ったもの、ここまでがギリギリの範疇かなと思っています。こういった靴であればスーツスタイルだけではなくてビジネスカジュアルにも馴染みがいいかなと思うので、もし靴で主張を出したいのであればダークブラウンのセミブローグ、これぐらいまでに抑えておくのが良いかなと思っています。はい、そして最後5点目の NG アイテムなんですが、こちらはバッグですね。よく街へ見かけるのが斜め掛けのですねナイロン製のバッグなんですね。これがあまり素敵には見えないので、ぜひ皆さんは避けていただきたいなと思っています。できればビジネスで使うバッグというのはレザー製のものなんかが素敵に見えるんですが、機能性ですとか使い勝手の点を考えるとなかなかですね手が出しづらいアイテムなのかなと思います。もしですねナイロン製のバッグを選びたいのであれば、ノースフェイスのシャトルデイパックというアイテムをお勧めしたいなと
と思っています。こちらのバッグは最近では結構使ってる方も増えたかなと思うんですが、ナイロン製のバッグの中では一番バランスのいいシンプルなデザインのバッグかなと思っています。ノースフェイスというアウトドア系のブランドではあるんですが、ロゴ自体もそんなに目立たないですし、素材の風合いなんかも非常に上品にできているので、全体のバランスとしてはここまで完成度の高いナイロン製のバッグっていうのは他にはないのかなと思っています。値段も決して高すぎないので、ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいなと思っています。そしてバッグって斜め掛けするとめちゃくちゃダサく見えてしまうので、それだったら背中に背負ってもらった方がまだバランスがいいのかなと思っています。こちらのノースフェイスのバッグに関しては背負うこともできるので、ビジネスカジュアルなんかに合わせていただくのも非常にバランスがいいかなと思うので、もしどうしてもナイロン製のある程度機能性の良いバッグを持ちたいのであれば、ノースフェイスのこちらのバッグはぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではビジネスウェアで失敗しがちな5つのアイテムというテーマでお話をしてみました。どれも共通して言える点なんですが、細部のディティールに凝りすぎているアイテムというのは結構ですね、失敗しがちかなと思います。どうしてもチャラく見えたりですとか安っぽく見えてしまうんですね。ビジネスウェアというのはある程度ルールみたいなものが明確になっているので、その範囲の中であまりやりすぎず王道のものをしっかりと選んでいくということがめちゃくちゃ重要なのかなと思っています。今回の動画を見ながら、これはちょっと NG だったかなというものは手放して、この機会にですね、また新たに新調していただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。